はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。今日はですね、白猫プロジェクト、先ほどフォスタープロジェクトを引いたんですけど、リベンジ2ですね。信長さんが出てレベルマックスになりましたので、ちょっとね、信長さんを使って、遊んでみたいと思います。今日、やりたいなと思っていることは3つ。まず1個目が、信長さんの、スキルがですね、攻撃を受けるたびに攻撃回心プラス 40% 上限5回とあるんですけども、これが、まず毒沼でも1カウントになるのかっていうところと、アクアでも1カウントになるのかっていうところですね、をやっていきたいと思います。あともう一つ、墓標ソロ、挑戦していきたいと思います。では行きます。出陣じゃ。はい、では行ってみたいと思います。まずは、ウッドセーバーできたんですけど、攻撃力こんな感じですね。160ぐらいですね。で、ちょっとちょうどアクアさんがいるので、ちょっとアクアさんのよいしょ、おあ、ちょっと攻撃しちゃった、よいしょ、ちょっと倒したい、よいしょ、 OK。 はい、アクアさんにじゃあ最初にこう倒した時は39ぐらいですね。39ぐらい、これがどんぐらいになるのかということですね。ちょっと待ってね、おー、ちょっと待って、ちょっと待って。おー、そんなところ、おー、ちょっと、よいしょ、OK。じゃあ、これでピシピシされたものに当たってから、攻撃力が上がるのか。いいですね。36ぐらいが、あ、80ぐらいになった。上がってますね、123。はい、ということで、まず、アクアさんでも上がるということが、わかりましたと。じゃあ、次。はい、次どこでもアップするのかっていうとこですね。とりあえずちょっとこの子こっち側におびき寄せないと、よっこいしょ、はい。じゃあ最初攻撃153ぐらいですね。じゃあ一回毒沼を踏んだ時にアップするのかどうか。よし、じゃあ153ぐらいだったのがどんぐらいになるのか。まず毒沼を1回踏んで攻撃、毒沼を1回踏んで攻撃、304ですね。でここで食らってるけど、そんなにアップしてない。でここもう1回言おうってだとめっちゃアップしてるんで、この毒沼は、あれですね。ここのうおーって、ゲフワーって言ってると多分アップしてますね。はい、そんな感じの毒沼検証でした。これ別、隣に行っても攻撃力は上がったままなんだよね。上がったままですね。別になんだっけ、ステージを変えても、かさまってるかわいそう。攻撃力アップはそのままでーす。はい、そんな感じで、信長さんの、毒沼でも、アクアでも、ダメージ、カウントされる。トラップでもね、おそらくなると思いますね、この分だと。そんな感じでーす。なんかね、間違ってるよとか、本当はこうだよとかあれば、コメントいただけると嬉しいなと思います。ということで、墓標ソロ、挑戦していきたいと思います。はい、というわけで、墓標挑戦していきたいと思います。信長さん武器がこんな感じになってます。攻撃速度と移動速度アップの武器とアクセサリーにしてみました。信長さんすごい強いんですけど、この速度アップ系のものがスキルでついていないので、武器とアクセサリーでつけてみました。ちなみにアクセサリーはプリミオちゃんのアクセサリーです。はい、では友達にお借りしていってみたいと思います。信長さんがマックス5回まで攻撃を受けると、力がねアップするということなので、ちょっとその日もね見ながらやっていきたいなと思ってます。いけるかな、よいしょ、ちょっと倒しちゃいますね先に。これ、スキル2が、
おっと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 、おしおしお、危ない、あ、一発食らっちゃった、一発食らって、こんぐらい300ぐらい、二発食らって600ぐらい、強い、三発で700、ちょっともう一発ぐらい食らいたいんだけどな、あ、倒した、強い、でも で、これ、自分よりレベルが高いほど、このスキルの恩恵が大きいんですよね。攻撃力の恩恵が。今3回だったな、食らったの。あと2回食らった。4回、4回目。次食らったら、あ、5回目。これで多分マックスになってんじゃないかなと思います。以上。800。以上。こんな感じですね。で、スキル2が結構使いにくくて、どこまで届くんだろう。こんな感じ。あ、だいぶ奥まで届きますね。あの、直線じゃないといけなくて、しかも追尾をしないんですよね。なんで、ちょっと一直線に並んでるときは使いやすそうなんだけど、直線に並んでないと、ちょっと当たらないのかなと思ってるんですが、どうなんだろう。よし、いけまーす。じゃあちょっと回復して。よいしょ。しかし本当にこの攻撃力、ん？防御バリアが、50% カットなので強くて、双剣なのにこう強いっていう、なかなか新しいですね。よいしょ。ちょっと使いたい。よし、どうした？ゆほさん倒しましたね。おー、攻撃力1000超えてる。攻撃一発で1000は結構大きいな。ちょっとこの辺倒しちゃいます。よいしょ、強い。ちょっとなるべくね SP を貯めていかないとなと思ってますけど、よいしょ、おー、危ない、それ危ないよ。で、あの、これさっきもちょっと動画だったんですけど、アクアをね、アクアのこれも入るということですね。よいしょ。ちょっと次に備えて SP を貯めます。痛い痛い痛い。当たっちゃった。全然攻撃食らないけど。よいしょ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 。ちょっと倒しちゃおう。今日は。はい。いい、あとはこの子を倒して終わりかな。あ、まだいた。よ、よーしょ。あー、作らせた、やっちまった。よし、倒しちゃおう。 OK、 よーっしゃ、次行きまーす。ボス戦強いし、食らうっても大丈夫だし、すごい使いやすい。しかもこのスキル1は追尾するんですよね、残った敵を。あ、誰かいる、残ってる。ちょ、待って待って、どこ行った、どこどこどこ、うい、先に倒したい。よいしょ。お、どこ行った、どこ行った、あ、怖い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 。おお、疲れちゃった、危ない。よいしょ。ちょっと SP 貯めたいです。よいしょ。あー、これとかこの辺で使ったらいいんじゃないの？どう？よっ！よっ！よっつってめっちゃ強いですね。3万、あ、いた。3万とか。よいしょ。ちょっと待って、危ないな。これも最後に出てくるので。かぶったときに使いたかった。あ、やっちゃった。これどうだ？もうちょっとかな、アップで。倒した、倒してた。こんな感じでございました。ごめんね。ありがとう。おじさんは負けなかったよ。おじさんは負けなかったよということで、まあ怖いおじさんですね。はい。
はい、こんな感じでね、もう全然ぐだっても、もう余裕余裕のスペックでございました。とても楽しかったです。信長さん強いですね。はい、そんな感じでね、もし信長さんね、こちらの動画見て参考になったなと思ってくださったら嬉しいなと思います。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。まあ、じゃんけんはねガチャ動画とかでやったので、今回は割愛させていただきたいと思います。ツイッターは、あと白黒チャンネルでやってますのでぜひぜひフォローお願いします。 YouTube チャンネル登録は下の赤いボタンからできますのでよろしければぜひぜひチェックしてみてください。ということでまた見てくださいね。バイバイ。